なんか変わった、ショールームアップデートしました。変わらないだって。え、なんか上にさ名前出るんじゃないの、なんかネオンの。え、タワマンですか。へえ、可愛くなっただって。イエーイ、アップデートしたのに何も変わってないんかい。じゃん、お肌ゆで卵みたいだってね。なんか私の画面からはなんかめっちゃトゥルトゥルなんですよ、肌が。そう、お、おだるま、だるま期間ですか今。タピオカ飲み込んでしまった、うん、だるま祭りだ。タピオカそのまま飲み込んでしまった。これ買いました。でもまだ食べてない、いつ食べようかなって思ってる。サーモンクリームチーズ味、期間限定。今日はね、お昼寝もしたから今日は夜は眠くならないと思います。はい、眠くなったらやばい。メガシャキ買わないと。メガシャキコンビニ行ってメガシャキ買わないといけないですね。ミンミンダハとか、なんかそういうのあんまり飲んだことないんだけど、聞くのかな。メガシャキとかミンミンダハとか、聞くのかな。7月1日リセット公演出演ですね。だってそうなんです。ぜひ聞いてね。最近公演出まくり、でも嬉しい。みんなぜひ来てください。うん、チーズヒレ丼が一番効くだって。飲みたいじゃない、食べたい。
めっちゃ画質いってきてる。画質良くなった？イエイ。牛丼食うお題みたいな、だって。え、いつかやってみたい牛丼配信。みんなで牛丼を、で今日牛丼を一緒に食べましょうって言って、みんな牛丼ウーバーイーツで頼んで牛丼をみんなで食べるって配信。なんやそれだってえりなちゃんのアバターゲットしたよ。お、なんか浮き輪のアバターがあるんですね。イエーイ。チーズ牛丼でよきだって。え、なんかね、ネギ玉牛丼とか、なんか私気分によって食べたい牛丼が違うんですよね。チー牛も好きだけどネギ玉牛丼もおろしポン酢も全部好き。うん、こんにちは、配信ご苦労様、これからも頑張ってくださいね、だって。ありがとう。でも一番やっぱオーソドックスに好きなのはチーズ牛かな。美味しくない？牛丼大好き、マジで。牛丼、焼き鳥、ラーメン大好き大好き。一人牛丼いけるだって。え、全然いける。おろしポン酢牛丼も好き。すき家大好き。 AKB ですき家の仕事あったら私を選抜してほしいぐらい、マジで。で、私本当にご褒美が好きや、中学生の時から好きや大好きすぎて、そう、もう思い出の地だし、好きやめっちゃ食べてる。鴨、ん？ラーメン、あ、つけ麺も食べたい。つけ麺、つけ麺人生でまだ1回しか食べたことないけど、つけ麺マイク食べたいってか、なんかもうラーメン屋さん行きたい。ミルクフェド、わあ、虹ありがとう。つけ麺って聞くだけで狩野英孝を連想するだって。なんで？あ、ラーメン、つけ麺、僕イケメンだから受ける。狩野英孝さん、ラーメン食べたい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 。メンバーで行ったりしない？だって。ラーメン行くよ、メンバーと。ハマとこの前行ったあのラーメン、なんだっけ、むなんだっけ、ハマと行ったらめっちゃ美味しかったんだよね。で、そこだけの店かと思った、いろんなとこにあるらしい。なんだっけなんだっけ、もうド忘れした。私が行ったラーメン屋さん、なんだっけ、む麺屋武蔵、そう、麺屋武蔵、麺屋武蔵めっちゃ美味しかった。なんでみんな知ってんの、麺屋武蔵。
マリアちゃんと行ってるイメージだって。マリアとラーメン一回も行ったことない。麺屋武蔵めっちゃ美味しかった。超有名店です。そうめっちゃ美味しかった。また行きたい。超有名店なんだ、知らなかった。蒙古タンメンは食べれません、辛いから。あ、マリアとラーメン博物館行ったわ。懐かしい。ラーメン食べたい。でも最近はなんかカロリーが高いものだったら何でもいいんですよ、食べたい食べるもの。なんか天ぷらもすごいずっと食べたいし、ラーメンも食べたい、チャーハン、今日はチャーハンも食べたいと思ったし、焼き鳥、なんかもうカロリー高いものが食べたい。やばいですよね。今日は朝からあのクリーム、生チョコクリームパンと、あと生クリームクロワッサンと、あと一蘭のカップラーメン食べて、なんかもう満足して一回寝て、でマックのポテト食べて、でタピオカ飲んでる。そう、もうめっちゃ食べてる。だからカロリー高いものばっかり食べてる。野菜とか全然食べてない。やばい。よく太らないね。だっていやいやいや、これからもうぐん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 太るぜ。これからぐんぐん太っちゃうよ。ぐんぐんぐると、カップ麺買うときは何味を買いがち？カップ麺買わない、自分で。確かに私はなんか横に広がるというよりか縦に大きくなりそう。身長伸びそう、いっぱい食べたら。野菜食べてください。だって野菜でも食べましたよ。キャベツ、キャベツ一昨日ぐらいに食べた。髪色いいね。だってね、てか美容院行きたいんですよね。最近行ったばっかりだけど、もうちょっと短くしたいなって思えてきた。野菜取るには中華料理がいい。中華料理いいよね。なんか野菜いっぱい入ってそう。美容院行きたい。あとトリートメントもしたい。早く髪も染めたい。570日おめでとうございます。どうありがとうございます。嬉しゅうございます。570日目、まつげパッチリですね。そう、今日まつげめっちゃぐんぐんに上げてみた。ジャンクフードを健康食に変える能力持ってそう。でも私マジでジャンクフードばっかり食べてる。
アンロケ実況ってどんな感じなんだなって私も分からん。ローソンのマヨネーズのポテトチップス、え、そんなのあるの？食べたい。ローソン、ローソンマヨネーズポテトチップス、え、美味しそう。カルビー、マヨネーズ好きのためのコク深マヨネーズ味、え、絶対食べる、今日買ってこ。美味しそう。知らなかった、こんなのあるの。めっちゃ美味しそうじゃん。え、マヨネーズ大好き。こんなのあったんだ。食べる。溢れ出る笑みだって、そう。え、嬉しい。絶対ローソンに寄ります今日は。もし寄れなかったら片揚げポテトで。唐揚げの時マヨネーズつけるだってつけない。私コロッケの時もソースつけないし、なんかそのまんまの味を楽しみますね。片揚げポテト美味しい。だってね、片揚げポテト大好き。昨日も食べた、今日も食べた。マヨネーズにすりごま混ぜると美味しいよ。すりごま？エリちゃんって甘いお菓子食べてるイメージ全くない。だって、え、それな、昨日セリカにも言われたんですよね。なんか甘いものは好きみたいな。いや、なんか甘いものも好きだけど、甘いものよりしょっぱいものが好き。だから甘いもの買うんだったらやっぱしょっぱいもの買っちゃう。スルメとかあんま好きじゃない。スルメとかあんま食べない。塩分、私は塩分が好き。塩分、可愛いお菓子とか似合わなさそうだって。え、でもマカロン好きですよ。マカロン、マカロンめっちゃ好き。あとアイスも好き。あとなんだろう、アイス、マカロン、まあ、ケーキとかも好きだし、タピオカも好き。好きなんだけどポテチとかをよく買っちゃう。片揚げポテトの塩ごま油味食べた。あ、だって食べたよ、美味しかった。
甘いものももちろん好きです。でも塩っぽいしょっぱいものの方が好き。俺も塩分好き、おかげで 高血圧になった。だってでも私も絶対高血圧な気がする。高血圧ってなんだ。絶対高血圧な気がするわ。高血圧とは、うん、高血圧なり方。高血圧のなり方は体に及ぼす症状として肩こりや頭痛、めまい、動悸、息切れなどがあります。塩分の摂りすぎ、日常生活が引き起こす高血圧。塩分の摂りすぎ、はい、私です。カリウム、カルシウム不足、わかんない。何がカリウムで何がカルシウムかわからん。肥満、肥満ではないかも。血塩とアルコール摂取、どっちも全然何もしてない。ストレスが多い生活。でも最近はいっぱい寝れてるから大丈夫。運動不足、いや昨日運動めっちゃした。過労、今日いっぱい寝たから大丈夫。老化、老化、老化、でもまだ24歳だから大丈夫。私全然当てはまってない私は当てはまってなかったです。うん、塩分のみでした、うん、若者は大丈夫。そうなんですか。40代ぐらいから気をつけよう。朝弱いから低いと思う血圧。確かに。朝弱い人は血圧が低いってこと。パセリにカリウムいっぱいあるよ。だって、じゃあブロッコリーにもカリウムありそう。キュウリはカリウム多い。キュウリって栄養がないんじゃないの。あるやんけ。好きな野菜は春菊。あとウルイとコリンキー。春菊、ウルイ、コリンキー。もやしも好き。豆苗も好き。
メンマは野菜なのか。うるい、うるい、めっちゃ美味しいよ、うるい。あとセロリも好き。パクチーは無理。あと芋、芋自体はそんなないけど、芋料理。あと新玉ねぎ、あとブロッコリー。メンマはタケノコだって。え、本当に？メンマってタケノコなの？マジ？やば。え？痛っ。嘘だ。ん？そう、メンマは割り箸でしょ。割り箸を水でふやかしたやつでしょ。メンマはタケノコを発酵させた加工食品。メンマ大好き。ラーメンにメンマともやし入ってたらめっちゃ嬉しい。そうメンマ大好き。ラーメンにほうれん草はあり。あり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 。この前食べた武蔵なんだっけ、武蔵この前のラーメン屋さんなんだっけ、武蔵なんだっけ、武蔵のあらえ麺屋武蔵、そう麺屋武蔵のラーメンのメンマめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。え、また食べたいな、麺屋武蔵で。全国にあるだって。なんか調べたらいろんなところにありました。うん、僕は天下一品かな。天下一品って中華料理屋さんだっけ。栗山おすすめだって。ラーメン屋さん美味しそう。あ、そう、秋葉原にもあった麺屋武蔵調べたら。うん。渋谷にもあるよって。王将でラーメン食べたことありますかって。え、ないかも。餃子かな、王将。王将最近いつ行ったかな、全然行ってないや。
天下一品聞いたことあるよ。もう行ったことはないかも。スープが超こってり。なんかさ、なんかやばすぎてさ、レンゲが立つみたいなラーメンあるじゃん。あれってどうなんだろう。食べたことある人いるかな、ああいうの。ドロドロ系のやつ。レンゲが立つラーメン。ゴリゴリに食べてます。だって、どういう感じあれは、ね、私もネットでしか見たことない。やば、これなんで立ってんの。これスープがドロドロってこと。やば、これスープなの、このドロドロ。なんなの、レンゲが立つほど超濃厚なラーメン。スープが沼すごい、これ美味しいのかな。食べたこと、ドロ、ん？一度食ってみれば。だって、勇気が出ない。アンロケで言ってた。そうなんだ、いいな。私もアンロケでラーメン食べに行った。なんか閣下のとこ。白いカレーうどん食べてみたいんですよね、生きてる間に。白いカレーうどん、白いカレーうどんめっちゃ美味しそうじゃない。これ食べてみたいってずっと5年ぐらい思う。カリカリしちゃダメです。白いカレーうどんを5年ぐらいずっと食べたいって思ってんだけど、そう、絶対今年食べに行きたい。なんか美味しいカレー屋さんにも行ってみたい。鳥取のピンクカレー知ってる？だって知らない。だって鳥取なんてさ、行けないもん。鳥取ピンクカレー、飛行機乗らないといけないから。すごピンクやん。鳥取のピンクカレーだって。よいしょ。今の声誰だって。今のは猫ちゃんです。携帯どこだ。そう、部屋から出たいって言ってたから。サンリオピューロランドの、でも青いカレー食べたことあるよ、シナモンの。なんか美味しいものいっぱい食べたい。でもさ、神奈川県にもまだ私が食べてない美味しいものがいっぱいあるから、全部食べたい、生きてる間に。止まらない食欲だって。それな、やばい、私食欲がすごすぎて。
もう食べれないってぐらい食べたことありますか？え、全然あります。全然あるよ。ずっと気になってるんだけど、そのタピオカはコンビニで買える？だって買えないです。これはゴンチャ、ゴンチャのタピオカこれはゴンチャのタピオカです。うん、顔的にパスタ好きそう。パスタも好きですけど、麺が好き。麺、皆さん7月1日にチーム K のリセット公演出るので、ぜひ来たいよって方はご応募よろしくお願いします。待ってます。27にも2回出るんですけど、27に来る方いますか？1日も出るんですけど、行きたい。だって、おお、行きたいよ。待ってます。27夜行くよ。おお。たくさん出るの嬉しいね。日程合わないのつらい。だって、ああ。泣いた。27夜に行きます。ぜひね、1日もまた応募スタートしてるので、ぜひお待ちしております。しずくまた行きたいな。だってしずくね、しずくなんかめっちゃ評判良くない？なんかユニット変わってからあのユニットはね、ちょっと神曲が多すぎて、やっぱみんなね、あれはね、ちょっといいって思っちゃいますよね。君は僕の風最高だった。だって嬉しい。私は君は僕の風センターやらせていただいてるから、ぜひ見に来てね。短パン小僧欲しい。だって、え、もういいです。私短パン小僧は恥ずかしかった、毎回あの衣装でもチーム K もね、奇跡は間に合わないセンターだから、どっちも見に来てほしい。うん、チケットってなかなか当たらないの？だって、いや、でも応募してたら当たるかも。当たるか当たらないかの2択だから、ぜひ応募ねしてくださったら、当たるか当たらないかどっちかになります。うん、予告で映像速に神奈川ツアー公演、え、マジで？どういうこと？予告で映像倉庫に神奈川ツアー公演ってない？予告で映像倉庫に、え、映像倉庫に神奈川ツアーが入るってこと？映像倉庫になるの？そうなんだ。映像倉庫に入る。じゃあ DVD 化されないってことですね。ニーチャの卒業公演が今日から映像倉庫で公開されました。
メールでお知らせ来てました。入る予定とのこと。そうですよ、映像倉庫になったらね、もう DVD 化されないから、そう、ぜひ皆さん映像倉庫で見てください。映像倉庫にお代理の過去のショールームもいっぱいあるよね。だってそれな、恥ずかしい、恥ずかしすぎる。毎日1曲カラオケ歌うといいよ。だって私が一番恥ずかしいのは YouTube に自分のショールームが載ってることなんですよ。それが一番恥ずかしい。映像倉庫はさ、まだファンしかさ、ファンの方、会員登録してるファンの方しか見ないけどさ、 YouTube でさ、お代理になってさ調べたらさ、ショールームがブワーって出てきてさ、それが一番恥ずかしい。だってさ、舞台とかで共演した方とかになんかお代理になった、共演する方とかさ、絶対名前調べるじゃないですか。どんな人なんだろうとか、どういう人なのかなみたいな調べるじゃん。でそれで共演した方々になんか、そう、 YouTube 見ましたみたいな、なんかショールームのなんか話とか、そうなんかされて、めっちゃちょっと恥ずかしい。うんそう、家でこうやってそう喋ってるのを、そうなんかちょっと見られるってちょっと恥ずかしい。うん、そう、しかもそれは違法ですから。 YouTube に載ってるのはダメなので、皆さんそちらでは見ないようによろしくお願いいたします。皆さん映像倉庫で見てください。うんだからあれ全部消して消えてほしい、あの動画。ちょっとね、でもまあ無理かな。雫公園のフルーツスノーは知らなかったって。確かに私もそんな知らなかった、あの曲携帯充電します、イエーイ、ブス。神曲でしたってね、なんかファンの人がよくフルーツスノーと初恋は実らないは神曲だってよく言ってたけど、確かにって思いました。そのファンとは気が合うな、だって。
うつすのあゆきがエリちゃんのマリアめっちゃ歌よかったなってね、いっぱいなんか結構練習した。そうボイトレして、そう練習した、結構マリア。うん、そう折り面がすごいので、そうやっぱ折り面と比べたらなって思われたくないので、そうまあしょうがないんですが折り面の方がすごすぎるので、そうだからそう比べられても、そう比べられるからちょっと頑張りました。君は僕の風、エリちゃん折り面だからね、だって。そうね。そうね。今何時何分だ？もうすぐ5時か。折り面そう。今日はお出かけするの？だって今日はショールームでーす。そして実況します。なんかね、光と闇の影、違う、光と影の日々、すごくね振りが意外と難しい、紛らわしくて、うん、昨日間違えた気がする、振り付け間違えた気がするな。うん、急に反省するのやめてください。だっていや間違えたもん。あれ難しいんですよ。私も12時になった瞬間にオンデマンド見たよ。オンデマンド見て、まずマリア見て、君は僕の風見て、あとビバハリケーン見て、あとなんアクシデント中見て、アンチも見たね。そうって感じ。自分が歌ってるとこだけ見た、昨日は全部。見どころ教えてください。だって
見どころ？分かんない。昨日自分の歌だけ聞いたからあんまり見どころっていうのは分かんないな。まあ皆さん見どころあったら教えてください。見どころはひーちゃんが焼き鳥の話するところです。焼き鳥、しかもなんか湯浅さんからリプ来たし、焼き鳥こんなんかも今度持ってきますみたいなリプ来た。やったぜ、おい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 。お待ちしております。イエイ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 。電子レンジ買おうかな。なんか動かせる電子レンジ、自分で持って、あのそんな大きくない持ち運び可能な電子レンジ。そんなのあるのかな。あるかわかんないけど、うん、重いよね。だってだからもうちっちゃめなやつ絶対邪魔だよ。だってトリセンっていう焼き鳥屋さんなんだね、湯浅さん。トリセン、もうね、トリセン焼き鳥、やば、美味しそう。焼き鳥食べたい。ラブってコメントありがとうございます。ラブ、鳥仙っていう焼き鳥屋さん、なんかさっきなんかで見た YouTube 見てたら、ヘアアイロンで生ハムをこうやって挟んだらハムになるみたいな動画見た。昔なんか全然関係ないけど、なんかさ手すりに、夏の手すり、なんか銀色の手すりにお肉を乗せたらなんか肉焼けて食べれるのかみたいな検証動画もよく見てた昔。誰が言ってたの、東海オンエアさんかな。そうそう、夏の手すり、なんだろう、なんか銀色の手すりで肉を焼くみたいな。うーん、車のボンネットで目玉焼き、いや鳥湯だよ、湯浅さんがついしていた。あ、湯浅さんの焼き鳥は鳥湯ってところなんだね。鳥湯、あ、本当だ。美味しそう。美味しそう。トリユがみんなトリユ食べたら私と同じ焼き鳥食べてるってことです。うん、
ラブトリユー昭和元年創業、大先輩じゃん。美味しそう。老舗ですな、だってそれな、老舗。いつか鳥取来てね、だって行きたい、砂丘見てみたい。鳥取砂丘、髪赤くしたの似合いますね、だって。してないですよ。なんか赤く見えるのかな、普通の色、いつも通り。日本に砂丘って鳥取にしかないの？神奈川県にないもんね、だって聞いたことない、神奈川県に砂丘があるとか。鳥取だけにあるのか。ラクダに乗れる、本当に？嬉しい、乗ってみたい。静岡県にあるんだ。青森にもある。青森にもっと大きいのがあるけど立ち入り禁止。あと今日は動画見たのは、マグマでゴミを燃やすことは可能かみたいな動画も見ました。マグマ、なんか火山の中のマグマにゴミを持ってったら、持ってってそのマグマにゴミを落として燃やすことは可能かみたいな動画見たけど、そう、問題点1にまずコストのことが書いてあって、そう、やっぱお金かかるから、無理なんだなって思いました。今気づいたけど、なんか手にあざあった、ここ。見てください、怖っ。なんかここにあざできてました、いつの間にか。いつできた？なんでだろう、気づかなかった。なんでだろう。たまに気づかないうちにできてることあるよね。あざあるある。じゃあもう5時ということでね、じゃあ皆さん今日は9時半からのショールーム配信ぜひ見てください。よろしくお願いします。ではでは、じゃあ今日の配信は終わりたいと思います。では最後におランキングを見ます。
いきます。13位日野と、12位ハリソン、あと生の鈴木、11位中堅、10位 YSN73 エリエリオーで仕事中、9位ひとくまさとる、8位くるりん、7位五名先生、6位ボマ、5位直樹、4位メッシー、3位マッカーシーアットおだし、2位なおなお、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございました。割とみんな仕事中って来てる。それな、皆さん仕事中なのに配信見てくれてありがとうございました。仕事中じゃない人もありがとうございます。ではじゃあまた後で配信でお会いしましょう。ではバイバーイ。